はいはい、皆様こんにちは。ここは東京人形町をちょっと過ぎたあたり、地名では何と言うんですかね、目の前にありますのが新大橋でございます。本日は2020年の、5月の15日になりました。時刻はただいま午前2時をちょうど回ったかどうかぐらいの頃合いでございます。前回、ちょうど今から約、21時間ぐらい前ですかね、この新大橋までですね動画を進めまして、そこで一旦終わりということになりました。今回やっておりますのは隅田川の旅、今回はその続き、ここから一気に隅田川の終点のところまで行ってしまおうと思っております。2夜連続で皆さんにご覧に入れております深夜の東京観光、ぜひ前回の動画と続けて見ていただきたいと思います。左側にあのグリーンのランプが映っているの皆さん分かると思いますけど、ちょうど見えてきましたかね、東京スカイツリーでございます。実は今回の隅田川シリーズはこれからがいよいよ本番でございまして、残念ながらまさかこんなに暗いとは思わなかったんですが、しかしズームすればまあ皆さんに、あ、結構よく見えますね。また今日の朝撮った時にはまあ随分良かったもんですけれども、こちら清洲橋といいまして、こちら国の重要文化財、それからこれに続きまして、永代橋、さらにかなり南方のこの間もちょっと紹介しましたけれど、何橋だっけ、あれは勝どき橋、それらこれからですね重要文化財に登録されております橋を3つ紹介することができます。今回はこの新大橋を渡りまして、まずは隅田川の対岸の東京都江東区に渡ります。ちなみにこの新大橋の渡る反対側は何だったのかというと、東京都、ここは中央区ですね、日本橋浜町という住所なんだそうです。残念ながら前回もお話ししましたように、隅田川のほとりは自転車の走行が禁止ということになっています。それはそれは素晴らしいところなので、歩いて回るのも、ね、いいところですけど、まあ何かあったらまた今度真っ昼間に隅田川の川のほとりをずっと歩く動画とか出してもいいかもしれませんが、まあ、ともかくそういうわけで自転車の走行可能なところ、少し隅田川の周りを迂回しながらの旅ということになっています。ただその代わりにね、あの隅田川からちょっと離れた、まあ、いろんなところへ行動範囲が広がります。前方に早速黄色い今信号がある奥のところですが、橋があるの分かりますか。隅田川から分かれていく小名木川という徳川家康が作らせたらしいですが、中川と隅田川を連絡する、水運のための運河があります。早速近づいてきましたけれど、この川に架かる、一番隅田川寄りの橋を万年橋と言いまして、まあ、1万年2万年の万年ですが、これもまた大変立派な橋、さっき調べましたら昭和5年に架けられたんだそうです。すごいこれもかっこいいですよね。まあ、もちろんこの橋もですね、もともと別の橋がここにあの万年橋がかかっていたわけですけれど、皆さんご存知の通り、そしてお察しの通り、関東大震災の時に落ちてしまいましたので、もう一度作り直した復興計画による橋です。見た目はこのように大変古い構造です。車も全くいませんので、ね、別に好き勝手に見ることができますけど、いやすごい、やっぱり戦前に本当にタイムスリップした そんな感じが本当にしますよね。あの周りに、ね、人が全然いないっていうのがまた素晴らしいですが、でこの下に流れている小名木川も皆さんにご覧いただく必要があります。この小名木川は、まあ、さっき言ったように水運のための川なんですが、私の友達のですね、しんのすけくんがあのこの間鉄道の案内をしてから言ったんですけども、これずっとまっすぐ行きますと昔小名木川駅というのがあったんだそうで、やはり昭和の初め中頃ぐらいまで、ここを通っていく船とですね、それから国鉄総武本線の、貨物支線が連絡をしまして、荷物のやり取りをしていたようなところだそうです。これはまっすぐ行くとね、その駅につながるということで、あの船とそれから鉄道の連絡をやっていたようなところでもあります。だから割と最近までね、昔のそういう江戸時代的な、船の、水運、それが普通にあったようなところなのです。じゃあもう全く車いませんので、道路横断してですね、そしてここから向こうに見えております、まあ、そこの、ね、あの横にこう一線に広がっているこれが隅田川なんですけれど、やはりこちらに見えますのが清洲橋です。でもまだその全体を見ることができていませんね。ちょっとこっち側に降りてみますか。今回はですね、ここら辺から動画を撮り始めて、今新大橋を渡って、そしてこの裏芭蕉記念館ってなんですけど、松尾芭蕉があのこの辺に昔住んでたそうですね、まあ、今からそこら辺降りていって、そしてここにかかっている隅田川の清洲橋を眺めようということにしております。でこの万年橋の手前のところ読めますかね、ケルンの眺め、ここから前方に見える清洲橋はドイツケルンに架けられたライン川の吊り橋をモデルにしております。この場所からの眺めが一番美しいと言われております。今ね、小名木川からぐるーっと隅田川のほとりまで来ました。いやーかっこいい。ドイツケルンにかかっている鉄道橋をモデルに作ったと言われる鉄製の橋、鉄製の吊り橋、これが清洲橋です。国の重要文化財になっておりまして、川端康成がまるで女のような、優美な美しさだと、そういうふうに言った女性的な美しさだと言われるような橋です。
もちろんこれも、戦前のですね、先ほどのそれぞれの橋と同じように関東大震災の復興計画の中の一つとして作られたものであります。あの吊り橋って言えばね、瀬戸大橋みたいなワイヤーとかそういうので吊っている吊り橋をイメージする方が多いと思うし、私も事実そうなんですが、あの昔の吊り橋になりますとあんな金属製のものもあるそうです。ちなみにここ文字が書いてあるの分かりますか？ちなみに私にもよく見えませんが、よく読むと、場所案なんとか、あと展望庭園と書いてありまして、ここにですね、あの人の像があるんですけど、これは松尾芭蕉さんですが、あのここに松尾芭蕉があの昔住んでたらしいですね。で、多分奥の細道に出発するという時に、あのここの家をあの住める方は人に譲りでと言って、うっぱらったし、じゃあさっさと旅行行きましょうというふうに、あの意気揚々と出発したんじゃないかと思います。それではまたさらに隅田川を南進、清洲橋ちょっと渡ってみましょうね。もう一回万年橋の前を横断しますけど、いやーなかなかいいですね。こんな時間じゃなきゃ見られない美しさです。いやこれはすごい楽しい。ちなみにですね、今万年橋を渡りましてやってきた、ここは深川といいまして、深川飯の有名なところでございます。わかりますか？アサリとかアナゴとかだったね、 JR の駅弁は大変有名ですけれど、もともとはこの辺で、隅田川とかその辺多分取れたんだと思うんですけど、あの貝がいっぱいいたんだそうで、もうなんかアサリとかそんな高級な貝じゃなくて、もっと安い貝を、乗っけて、そして食べた、割と豊かではない方の、あの貧しい人の食べるような食事だったらしいですね。この前方が清洲橋のはずです。いやーやっぱり素晴らしいね、清洲橋。さっきあんだけ暗いとかなんとか言いましたけれど、この上のところまで来ると分厚い大きなこの橋の威力に圧倒されるばかりです。まずちょっとその脇を行ってみますけどね、吊り橋ですからやっぱり脇を通った方がいいんじゃないですか。こう上にずらっとこう並ぶ、金属、鉄の部分からですね、吊り下げてるわけですよね。ああ本当に吊り橋だこれは。この間シンガポールに行った時にもこういう鉄の橋を見ましたが、シンガポールで見た橋よりもこっちの橋の方が大きいですね。いやすごいすごい、この優美な女性的な、といってもやっぱり男性のような力強さの方が私は感じますけれどね、その清洲橋を下から眺めつつ、これから先の清洲橋によってもうほとんど目を奪われてしまい、今までは見ることのなかった景色をまた皆さんに紹介します。あれは首都高の、隅田川大橋という名前の橋だそうですが、この左側にたくさん並んでおりますタワーマンション群、これが東京佃島でございます。佃島石川島はこの間第2回目の東京の夜のサイクリングでも皆さんに紹介しました。あの時に隅田川がねチロッと動画の中でも出てきましたけれど、ここから南下していくと大体この間通ったようなところとリンクしていくわけです。若干ですね被る範囲がこれから出てくるかと思います。できたらねこの清洲橋もまた横断してど真ん中から撮りたいところなんですけど、多分この橋はさすがにそれはやっちゃダメでしょう。だからこの辺で映すだけにしますが、東京大空襲にもねこういった橋全部みんな耐えて、そして私たちに戦前の姿をそのまま伝えてくれている。いや素晴らしい観光地だと思います。私別に橋マニアとかじゃないけど、今回ずっと東京の橋ばっかり見てる気がしますが、なんか東京観光って橋見ときは間違いないんじゃないかっていう気がしてきましたね。皆さん飽きてきたら教えてください。それからね少し進んでいたらこんなのが見つけましたよ。これ紙の橋って書いてあるんですけど、横断歩道だから一旦渡りますけどね、ここに橋とは書いてあるけど川はないですけどね、十中八九ここに川があったけど埋め立てたってパターンだろうと思ったらですね、なんとここにあの水門がありました。ちょっと読めませんが、なんというやつだろう、これ清澄って書いてあるのは見えたけど、見た方が早いかもしれません。 Google マップで見ますとこのようになっておりまして、この先には川があるんですね。これは立川、違う仙台堀川、ちょっと私知らない川ですけど、それがあのこの周辺のところだけちょっと埋め立てられているようです。もともとはここもぐるっとこう全部四角くなっていたみたいですね。今私は隅田川方面を向いていますからこうですけど、だからこの周辺がもともと全部川だったんだな。でこれは一般家庭が並んでるのか、川を一部埋め立てて一般家庭にしたんですね。不思議なところだな。あのさっきの上の橋って書いてあったところずっと上流までただ来ただけですが、こんな感じのものが並んでてね、でここで一応地図を見る限りでは川は行き止まりということになってます。ここ仙台堀川って書いてあるでしょ。隅田川とつながってない、これは一体何なのかなって、私もまだ何も知らないんですけども、たまたま見つけたんで来てるんですが、ここにね何か書いてあるんですよ。清澄排水機場、東京都高等治水事務所、過去の水害だって、昔の台風が
ここの辺りでもの水浸しになってる光景がありますけどね、これボロボロなんですけど、隅田川荒川に挟まれた江東、なんとか地帯は、0メートル地帯と、あ、ここはね小学校の時にあの社会科の実験じゃない、あの授業で習いましたけど、なんかあるとすぐにここが水に浸かっちゃうから、高潮とか洪水とかそういうのが来た時に、ここから水を排出するんですよということがなんか書いてあるみたいな、ちょっとボロボロになっちゃってて全然見えませんけどね。今調べて分かりましたが、これやっぱり隅田川とつながっているそうですね。なんかここお魚が下を泳いでるのか、水面がねパシャパシャしてるのも見えますけれど、お魚ももしかしたら吸い込まれたら大変かもしれません。ここはあの人為的に多くの大きなポンプで、この川の水位を一定に保つということをしているんだそうでして、この仙台堀川が何かあった時に増水しますと、もうあっという間にここが溢れてしまうから、水位を下げるために洪水の時になると向こうまでビューとこうポンプで送り出すということをする場所なんだそうです。そういう人為的な水位を下げるための施設っていうのがあるというのはね、あの知りませんでしたけど、まあ確かにそうでもしなきゃ洪水は防げませんよね。でその排水機場もすごかったんですけど、真向かいにねこんな立派な工場がありまして、東京のど真ん中にこんな大きなコンクリートがあるとはね、浅野コンクリートっていうから多分浅野財閥の関係だろうと思うんですが、まあ、前をですねカメラ向けまして、もう少し前に進むじゃないですか、まあ、東京のど真ん中に浅野コンクリート深川工場、まあ、大体普通は東京のこの都心のところに、しかも川沿いのところにコンクリート工場なんか今時作りませんよ。やっぱり今の時代はね、東京港とかその港の近くとかですね、その船がやってくるところとか、あのそういう物流のいいところとか原材料の近いところとかに普通工場を設けますんで、こんな大都会のね、あの真ん中にこんな大きなコンクリート工場を作るのもう騒音のこととかだってね大変だろうし、なかなかないと思うんですが、これですね、こんな大きな、これ、まあ、正直私何に使うのか全然わかんないですけど、まあ、もう少し前に進んでみますが、こんな屏風がありますけど、屏風ってのはこれは多分あの浅野財閥の浅野家の家紋が屏風なんじゃなかったかな、屏風っていうか扇だったんだと、それだと思うんですけど、本邦セメント工業発祥の地と右から書いてあります。これ書いてありますよ、この地は、うんうんちょっと読めませんけど、仙台藩の、あ、だから仙台堀川なんですね、仙台藩の屋敷の後で、後にして明治5年の、大蔵省土木寮において土木寮ですね、初めてセメントの製造所を建設と書いてありまして、要するに日本のコンクリート製造はここから始まったんですね。でその時の、土地をずっとそれから使い続けているから、だからこんな東京の別に海に近いわけでもない、なんかよくわからないところに、セメントを作るところが残っていると。昔のセメント工場、なんか今よりも随分規模が大きかったのかなという気がしますけどね、右側の仙台堀などの、泥土を原料の一部として使い、試行錯誤の末外国製品と遜色のない国産のセメントを作り上げましたと書いています。現在は、あ、太平洋セメントの、グループ会社なのかな、普通に太平洋セメントなのかなということですね。へー、でね、今時計を見ましたら2時59分でしたよ。いや、いけないいけない、あと1時間半ぐらいでもう今日の活動もまたできなくなってしまいますから、急いで行かなければいけません。まあ、動画を撮り始めてから1時間まだ経ってませんので、そんなに慌てることでもないんですけど、実は意外とね、いつもあのそんなに長時間にわたる撮影はあんまりしてないんですが、ここ右に行くと隅田川大橋、ちょっと行ってみますか。まずこの前方に見えておりますあれが東京駅とかその周辺ですね、八重洲とか大体その辺のはずです。で、まあ、そこには今回は行きませんけれど、これからさらにあのさっき紹介した佃島とか石川島が近づいていますが、例によってこの永代橋もまた、関東大震災によって新しく作るということにしたわけですが、これはね、あの確か、日本で初めてこういう風な、あの上にこう上にこういうのを設けて、アーチを設けて、そのアーチからの下へこう吊るすという建設方法によった橋だったんじゃなかったかと思います。これ技術的にですね、あの当時はかなりあの高度な最新のものだったらしく、これ確かにこういう橋って意外と見ないですね。まあ、あの今では日本にね、あのいろいろありますけれど、隅田川の他の橋を見ていただくと、まあ、例えばちょうどお隣にございます清洲橋は、このような吊り橋方式となっていますが、これはまた吊り橋とはちょっと違いますよね。あのこの奥には社長橋というのがありまして、いろんな作り方の橋があります。あの社長橋はこの間も渡りました中央大橋ですけれど、その手前のこれ永代橋は上から下ろしている、アーチ橋の中のね、確か帯同アーチ橋っていう言い方だったかな、その区分としては日本で一番古いそうです。その永代橋のたもとにやってきました。私も渡るのは今度が初めてですが、おお、結構大きいですねこの橋は。あ、上になんか立派な丸いあんな信号機みたいなのがついてる。へえ。
まずまた例によってですね、うちのチャンネルでは最近恒例になっていますが、永代橋地域安全センターという、まあ、ちょっと古そうな、しかしこのぐらいの古さならまあそれなりにありそうですかね、交番がここにありますけども、これすごいな、こんな上のあの丸とかバスとか書いてるの初めて見ましたが、これ信号ではなく多分車線の話をしてるんでしょうね。こっち側の来ちゃいけませんよ、あの左側の2車線を通ってくださいねということになってるんでしょう、まあ、多分なんですが、あの真ん中の1車線があれなのかな、どっち向きにも使ったりするとかそういうことなんですかね。いやしかしさっきの向こうから見たときはね、日本最古の技術だなんだ言っても、まあでも普通のなんか丸っこいアーチの橋だなみたいな思いましたが、近づくとやっぱり東京の橋ですよ。あの横幅も広くして真ん中に路面電車も通さなきゃいけませんからね、かなり立派な作りです。あ、ちなみにそうそう紹介するの忘れてましたが、この永代橋の脇からですね、ここ進んでいく川があります。この川を日本橋川と言いまして、ずっとまっすぐ進んでいきますと、あそこが多分、なんつったかな、あの なんとか橋とかの忘れましたけど、あの有名なの首都高の出入り口もよくあるところですが、あのずっと進んでいくと、日本橋の下を通るということになっております。だからずっとここの川沿いに行くとね、日本橋行けるんですけど、まあ、今回は隅田川ということでさらにこっちへ進みます。まあ、今度は日本橋川とかもやってみたいですね。すごい面白いと思いますよ。いやーかっこいい。ちょっと上向けた方がいいかな。すごいなこれは本当に。いい橋だ。下からこう見上げる美しさがあります。ちょっと一旦止まって見上げる美しさは皆さんと一緒に共有しないといけませんよね。あ、向こうから車がいっぱい来たな。でもまあすごいすごい、そうそう、これですよ。おお、いや分かったでしょ。見上げる美しさね。さて今度はそしたらね、この間も来ましたけれど中央橋、ちょっとスーッと一気に上の方まで登ってみますか。そびえる立派な橋って感じがしますが、この橋の歴史はまあ見ていただいて分かる通り結構浅いものです。1990年代に架けられた橋ということですが、それまでここから向こうへ行く人はどうしていたのかというのが気になりますけれど、それまではここから向こうに行く人は別に存在しなかったから、まあ、そんなに問題ではなかったということです。なぜ存在しなかったのかというと、この向こうが先ほども言いましたように、また前回前々回ぐらいかな言いましたけれど、幕府の時代から続く造船所でありました。またあの橋とかも作っていたそうなんですけど、そういうことをやるような場所でありましたので、別に人があの渡っていく理由がないと、少なくともあの一般の人に関してはあの渡っていく理由がないということだったわけです。これいいのかな、大丈夫かな、自転車行っていいんですね。あの多分この歩道の方行った方が好ましいと思うんですけど、まあ、別に自転車走って大丈夫なように、あの下のところに自転車レーンが書いてありますんで、でそこから自転車で行きますけど、いやすごいな、やっぱりこういう斜張橋を下から眺める、見上げるってのはね、うおーっていう感じがしますよ。いいですよこれね、間違ってないよな、心配になりますが、立派だやっぱり何度来ても。よし、ウィッと、この眺めですよ、これね、素晴らしい。でこの橋を渡った先はね、前回もお話ししました、前々回か、だから別にわざそんな行って移すことはないと思いますが、立派な高級住宅街高層マンションエリアということになっています。あ、前回はね、 あんなとこ駐在所があるんだって言ってたところですけど、わかります、向こうにあの駐在所、リバーシティ駐在所ありますけど、今は人がいるみたいだな。この間来た時はあの電気がいませんでした。なんで駐在所なんでしょうね、それはあの不思議なんです。駐在所ってのは前回も言った通り、あの人があの住み込みで働くところということなんで、東京のど真ん中に住み込みの交番みたいなのを作る理由はあんまよくわからないんですけど、まあ、やっぱそれだけ人がいた方が、よくわからないな。もともとはあの前の説明と同じなんですけど、あのここにたくさん造船があったから、だからあのそれがまあ全部人が住むようなところじゃなかったのを、新しく全部それをあの途中っ払って再開発しましたんで、今では東京の中でもかなり綺麗な街ということになっております。でも知名度はかなり低いんじゃないですかね。もう一回中央橋を渡って、さらに隅田川への下流へ、多分ねもう3時半とかになってるから、なんとなく空が明るみを帯びてきた感じがするな。住吉小橋って書いてあるな。ここにもまた橋がある。あんまり詳しくはないけど、もともと佃島とか石川島とかこの辺の島もどうな、天然の島だったのか、埋め立て地なんじゃないのっていうような気がしてるんですけど、わかりますかね、暗くて見づらいかもしれないけど、まあ、現在地はライトで照らしてもあんま意味がないかな。あのこういう感じであの掘り割り、まあ、あの川になっているところなんですが、これは一体何だろうなと思って、ね、地図をあの確認してみたら、まあ、こういう風な
あの変な水がちょっと入り込んでるようなところなんですよ。これ絶対なんかあったなと思って、まあいろいろ考えたんですが、もともとこのね、隅田川がここからあの左と右に分かれていったわけですけれど、この分かれていって、私はこの右側の隅田川本流に沿っていくわけですが、この本流と支流の間のここをですね、こう横にあの結ぶ川もありまして、これが佃川って言ったんですけども、現在ではこれはあの埋め立てられております。まあこの間月島の駅に行くところでね、手前のところでここはもともと川でしたって言いながら、あの横断歩道を渡って月島駅の目の前のあの住所表記を見せたシーンがあったと思うんですが、まあそれなんですけど、その佃川の流れていた支流の部分だけが残ってるんだそうですね。だからこれ右手にはね、こんな風に水門などもあります。へえ。でもこれ結局行き止まりの川ってことですよね。結構ね、東京のこの隅田川周辺には行き止まりの何の役に立つんだみたいな川がたくさんあるようです。この佃も歴史のあるところですよね。これは壁がレンガ造りで相当古そうなうちに私には見えるんですけど、まあどの年代か分かりませんが、昔から戦災とかも逃れてここにずっと残っているような貴重なお家なんじゃないですか。ここにあるこれはね、佃といえば佃煮が有名です。やっぱりここもあの川からですね、あの漁師さんがあの魚を取りに行ったと、そういう場所でして、なんとなくこの土地が所狭しとぎちっと並んでいるような感じが昔の江戸の雰囲気を感じさせてくれますが、と思ったらね、今度左側にもこれ見過ごせないものがありましたよ。天安って右から読むんですかね、元祖佃煮というふうに書いてあるの、これで分かりますでしょうか。佃煮屋さんだね。昨日も佃煮屋さんを紹介しました。なんかうちは佃煮屋の案件かみたいな感じになってて、全然そんな企業案件やってるわけじゃないですけど、こんな適当な企業案件ないしね、深夜3時半に行って企業案件はないわな。さらに面白いのはですね、まあ、これ元祖佃煮、ああこれが元祖なのか、まあ、そもそも佃煮の元祖っていうのはね、あの佃発祥なのかって、それはまた別の話らしくて、全国に似たようなものあるらしいんですけど、こっちもですね、本家佃煮、佃煮田中屋というのが書いてありまして、これコロナウイルスで休みってことは特に書いてない、まあ、やってんのかな。あのこっちには本家佃煮、本家佃煮と元祖佃煮の違いとは何ぞやと、あのこれはちょっと聞いてみたくなりますけどね。でここがですね、前回といいますか前々回も紹介した川の跡、佃川の跡ということでして、これを渡っていきますと向こう側は月島ということになっています。で自転車を降りて通りましょうって言うから降りますけどね。あの月島というのは、漢字で、まあ、要はあの月の島、ムーンアイランドと書くわけですけども、もともとは、月、建築の地区で、築島と、そういうふうな書き方をしたんだそうでして、だから要するに人工島という意味になるわけでして、ここから先の月島はですね、歴史が浅く明治時代になってから埋め立てられたようなところです。で、またこちらもですね、歴史が浅く、これもさっき私が言った後でようやく自分で調べたっていう感じなんで、人に講釈垂れられるような知識は私今のところないんですが、これですが、この佃大橋というのは、さっき調べたところ、ここにですね、隅田川で最後の渡し船が通っていたところだそうでございます。佃の渡しっていうのがあったらしいんですけど、もともと江戸時代には、この橋もですね、全部かかっていたというわけでもなくて、かかっていなかったあの割と新しめの橋もあったし、それからこの月島なんていうのはね、まあ、割とあの本当に最近になってから、あの明治時代になってから埋め立てられたようなところでありますから、だからあの隅田川にかかる橋も、今の最近の時代になってからかけられたというものもあるわけです。で、戦争が終わってから最初にかけられたのがこの佃大橋というやつでして、もともとは、この隅田川の最後の一つの渡し船が運航されていたところだったらしいんですが、東京オリンピックをやるにあたり、この辺も改良してにはいかんということで、佃大橋を立派にかけて、隅田川から現在渡し船は消えることになりました。東京にはもう観光とかそういうのを除いて渡し船ってのはさすがにないですけどね、あの観光で逆にやってるところがあるのかなっていう感じ。そしてこの佃川を渡りまして、間違えた佃大橋を渡りまして、これから見ますのが、この間も紹介しましたけれど勝どき橋です。まあ、前回ネタバレしてるんで言っていいと思いますが、この真ん中のところ、右側にね、味のある建物、左側にもあります、あの詰所みたいな、交番みたいなのありますが、あそこに入って橋の操作をいたしまして、この橋のど真ん中のこの部分がパカッと上にですね割れる、真ん中に切れ目があるのが分かりますね、ど真ん中ですよ。でこれがあの真ん中が開いてですね、大型船の通行が可能になるような仕組みになっているということです。まあ、多分なんですけど、この勝どき橋はあの戦前に作られたやつです。でこれは戦後になって作られたやつです。でこっからさらにずっと次はですね、大橋のところまではありません。じゃあ、 あのここをあの大型船があの通っていたんで、あそこがパカッと開く必要があるわけなんですけど、まあ、要するにあそこを跳ね橋にしておかないと、石川島とかね、佃島にあったあのさっきのあの高級マンション群のあたりにある、造船所とかあの橋を作っていたそういった工場のところとの大型船があの出入りすることが難しいんで、だからあそこは跳ね橋だったんでしょうね。あの佃大橋はあのこれは大型船を下が通れるような構造にはなっていませんけど、これはもう、昭和の中頃ぐらいに入っていた
た頃なんで、まあ、その頃にはもうここを通るような大型の船ももうなくなっていたということなんでしょう、きっと。さて、まあ、そうしたらこの橋があるところがですね、もともと佃川が、月島と佃島を隔てていた佃川が、この隅田川へ注いでいたその場所なわけですので、まあ、ちょうどここは月島というところから、また本土側に戻ることになるんですが、この橋結構あれですね、欄干が低いですね。怖いなこれ。まあ、怖いっす。別にそれ言うほどめちゃくちゃ怖いとかね、あの足が進むとかじゃないですけど、なんかちょっと低めに感じる。でも橋の欄干自体は割と最近に新しくしたようですね。この橋もそんな古くは見えないでしょ。もう作られてから50年以上経ってるわけですが、他の橋があまりにも古すぎますんで、それと比べればなんかね、割と最近のものという感じがする。まあ実際そうですけど、橋とかトンネルとかそういうもの、建物もまあそうなんですが、あの意外とね、頑丈に作られてそう簡単にあの壊したりとかしませんので、まあ、特に橋トンネルはそうですよね。あのだから50年ぐらいだとかなり新しいものに見えるということが結構あるんじゃないかなと思います。せっかく降りてきましたんでね、振り返って、ちょうどこの道から左右隔てられております、左側が佃島、右側が月島、そんなところで、ここにかかっているのが隅田川で、戦争終わってから初めて架けられた佃大橋でございます。もう皆さんもお気づきだと思うんですが、早速ですね、今日のもう朝が始まってしまいましたよ。時刻は今3時40分です。あと10分ちょっとすれば朝焼けになってくるでしょうね。今日の朝焼けはあそこ、勝どき橋から見ますか。そしてまた道の向こうに、ね、ちょっとなんか意味ありげなあの公園が見えますけど、これはもしかするとここになんか川が流れていたんじゃないかなと思うんですが、暁公園、保健所側、遊具と記念碑がある公園、これ絶対川がなんかここに流れてたんだな。築地川公園ってのがあるから、あ、ここら辺築地ですね。あのこの辺埋め立てたんですよね、この辺の土地も。あの元々ですね、関東大震災の前までは、ここら辺はあの全部隅田川の流域だったらしいんですけど、すごい広いところだったんですが、そこを埋め立てまして、そしてあの例えば、元々はですね、日本橋の周辺にあのお魚屋さんがあったのを、全部ここへ持ってきて、で築地市場としてあのこの辺にですね、あの開場させるとか、あのそういうことをしたんだそうで、だからだな、あのここにこんな公園があるのは。なるほど。なんかね、もう公園とかをね、あのこの辺で見ると、あ、なんかこの変な細長い公園はもともと川を埋め立てたやつなので、まあ大体それ当たりですね。でなんなら今ね、反対側の振り向きましたらこんなのありましたわ。これ、ポンプ所とか明石町ですか、ポンプ所ってあるけれども、まあこれは要するにもともとここにこの向きでね、ここからこういう向きでこう川が流れてたってことでしょう。昨日ね、3時58分に隅田川のところから素晴らしい景色を見まして、まあ、今日 もう今そういう時間ですから、急がないともう日の具合が変わってしまう。とりあえず着きました。左側に見えますのが前回も紹介しました勝どき橋、その向こうに勝どきが見えます。例によってね、今豊洲市場へマグロの買い付けに行く寿司屋がバンバン走ってるところですけども、勝どき橋から、あ、まだそんな朝日って感じじゃないな、今日曇ってんのかな、なんかね、明日台風が来るらしいんで、それで今日じゃないとあの晴れた景色は見られないだろうと思って、あの急いで来たんですけどね、もうちょっと経たないと朝焼けって感じじゃないですね。勝どき橋はもう前回もよく紹介しましたんで、そんなしっかりやんなくてもいいかなと私は思ってるんですけども、こんな感じでですね、今真正面にあります、多分映ってると思うんですけど、信号機ありますね。これ前回視聴者の方に、まあ、前回というか昨日勝どき橋のことがあの含まれている動画を撮って出したんですが、視聴者の方に、ね、あの意見をいただきました。あの勝どき橋のところはあの歩行者用の信号機ありますけど、自動車用の信号機があのないのはなんでなんでしょうねって話したんですけど、そしたらね、あの視聴者の方からあの有力な意見をいただきまして、あの自動車用の信号機はここにあのないのは、そこにあったらば故障という扱いになって、そして自動車側の通行に支障があるから撤去しなきゃいけなかったんじゃないですか。あ、なるほどな、私もねそんな気がします。ここで、こちら側を向きますと、さっき通ってきた、右側が月島ですね。ちょっと画面が急にカクッとなっちゃいましたけど、左側は、まあ、なんていうのかな、あの中央区の景色っていう感じですが、まあ、こっからよりやっぱ晴海の方まで自転車でバッと行った方が景色は素晴らしいですけどね。ただ今回はやっぱり隅田川の回ですんで、きちっと浮気せずにですね、隅田川を最後まで見て、それでまずは終わろうと思います。向こうに見えておりますあれが築地大橋ですが、ここまでが隅田川ということになっていて、これから先は東京湾です。あの前回もちょっと話したと思うんですが、河川法によりますと、川の終点というのは、海までの最後に架かる橋、そこまでが川ということになっていて、要するにあの築地大橋よりも向こうに映っているものは全部東京湾だということになっています。
見たかったんですけど、今日はちょっと朝焼けは無理かもしれません。あんまり日が昇ってくるまでね、待っていると、下の方に雲がいるみたいなんですけど、そうすると昇ってくるまでの間に人が増えるような時間になっちゃうとよくありませんのでね、その代わりちょっと見つけたんですけど、これわかります？2本こう太い骨が向こうへぐいっと曲がってますけれど、これの手前と奥でですね、ちょうどそれぞれ一つずつパカッとここで2つに割れるという場所になっております。じゃあそろそろ出発。でこれから隅田川沿いに行きたいところなんですけど、隅田川のそのすぐ脇に築地市場の跡地がありますんで近寄れません。ここは場外市場ですけどね、場外市場ここから見る限りではなんかやってるところが多いみたいで、普通に仕事してね、みんなマスクしたりして大変そうですけど、いや素敵なかつ節の匂いがするなど、お腹がとっても減ってきます。あそこにかつ節屋さんがありますわ。多分トンネルで間違えた、煙突が全ての元凶でしょうね。まあしょうがないわ。ゆっくり立ち寄って何やら買い物とかもしていきたいところですけど、それはもう少し経ってからの方がいいでしょうね。今は人と距離を取って速やかに通り抜けようと思います。朝の4時台でもここは4時10分ですよ。まだ本当に何もなくなってしまったな。空も妙に広いですしね。左側に東京オリンピック の変なキャラクターいますけど、そのキャラクターが書いてあるもんだから、あここは東京都の土地だなと、要するにもともと築地市場があったんだなと分かりますが、まあそれぐらいの土地ですよね。ね、この交差点の名前が中央市場前ってなってますんで、多分ねここが築地市場の正門だったんだと思うんですよ。もうなんか全然違うようになってしまったな。もうなんか関東大震災の話しかしてないような気がしますけど、さっきも言いましたが、築地市場ももともと関東大震災の復興計画の、中で、ここにですね大きな市場をまるっと作ってしまえばいいじゃないかということで、考えられたところでございます。で、この先もう少し先に進んでみますか。一応私鉄道 YouTuber ということになってますんでね、そのことも少しは関連して皆さんに紹介しましょう。前に動画で紹介したんで知ってる方が多いと思うんですけど、この交差点は旧青果門前という名前なんですが、要するにここら辺が築地市場の一番終わりの、青物を扱うようなところだったんですが、ここからまっすぐ伸びていく細い道、これがですねもともと国鉄の東海道貨物支線といいまして、この先汐留浜松町そして品川、と続いていく、貨物列車の通り道でした。昔ここを貨物列車が通ってですね、築地市場にこの大きな、道をですね塞ぎながら渡って、そして、中へ貨物を届けるということをやっていたそうでございます。じゃあ最後にいよいよこの道を右に行きますと、今もう通れるようになりましたんで、最後の築地大橋があります。ただ隅田川で一番新しい橋じゃないですか。切れちゃいました。バーンとここに築地大橋と書いてあります。立派な橋ですよね、本当にね。左右にわざとくにゃっと曲げて、デザイン性にも優れる橋です。さあ、行きましょう。これを行くと、わあ素晴らしい、綺麗だ。左側にですね素晴らしい、勝どき橋の眺めがあります。朝焼けもとりあえずギリギリ間に合った。ここにもまた築地大橋って書いてあるな。随分主張しがちなんですね。舛添さんの字だそうですわ。はあ、ちょっと恥ずかしいやめ方しちゃいましたからね、舛添さん。いやこのいいですね、このくにゃっと曲がる感じ。よくわかんないけど黄金比的な美しさを感じますが、よく知らないですけど、中央卸売市場が全部なくなっちゃったんでね、ある時にここへ来て写真撮ったらきっとすごい光景が見られたんだろうなと思いますが、築地市場のなくなった広大な土地がありまして、そしてこちら前方が浜松町とか、浜松町じゃないな、新橋とかですね丸の内とか、ちょっとその欠片が見えるかなという感じですが、その東京の都心の光景が見えます。もっと都心の景色はすごいですけどね。今回は東京スカイツリーのすぐ下のところから、麓のところからずっとここまで来たわけですが、そのスカイツリーもここからでもまだこのようにしっかりと見ることができます。そしたらですね、築地大橋を一旦渡ってきたんですが、もう一度渡り直します。今度は反対側から渡ってみようと思います。素晴らしいですね。まずここに見えておりますのが美しい、最近作られました技術力を示すような、綺麗なカーブを描く築地大橋、まずこちらは浜離宮恩師庭園、これはですね現在は休業中だそうですけれども、コロナウイルスの関係でね、これは有名な、皇室の御領地ということになっておりまして、東京湾からね水を引き込んで、そして城の看板で景色が変わるということで、確か知られていたはずです。実は私は見たことがありません。浜離宮のバックには大きな大きなビル群がずらっと並んでいます。ここが汐留という有名なオフィス街でして、
汐留はもともと日本で初めて鉄道が走り始めたところであります。新橋と横浜の間に鉄道が走り始めたと教科書で習いますが、その新橋駅はここにありました。ただ鉄道の時代は随分変わり、この汐留という大きな土地も必要なくなったので東京駅などに集約されまして、この汐留駅についてはウフィス街に、全て駅を更地にして姿を変えたわけです。今度きっとまた中央卸売市場もそういう風に変わるんでしょうね。築地市場の跡地もね。でこちら東京タワーですが、東京タワーとその裏側に見えますのが、私たちですね、あの YouTube も、ここになんか入ってるそうでして、それからまた UM とかもね入っております。こちらが六本木ヒルズです。港区の代表的な建物の一つ、森と書いてあります。森タワー、確かに地主かなんかがあの森さんという人だったのかな、それで確か森タワーだったと思うんですけど、東京タワーもあそこにあって、これがもうまさに港区のシンボルたる光景ですよね。そしてそれから最後左手に視線を移してみると、いやちょっとこれではわからないですけどね、でもまあわかるはわかりますよね。これ大変有名な橋ですね、レインボーブリッジ。これは東京湾をまたぐ橋で、お台場方面と行き来するのに使われるものでございます。これ手前の方へバッと引いてみるとですね、まだこのように古い施設が残っておりました。これもまあもう今日橋を皆さん見ていただいたからね、結構古いものだなっていうのはわかると思うんですけど、私も具体的にこれがあのいつの施設なのかわかりませんし、何なのかも正直わからないんですが、まあ、多分これは開けてあの海の外とこちら側をつなぐためのものだと思うんですけどね。これはまあ間違いなく築地市場の設備でしょう。もはや使わないものです。築地市場完全になくなってしまいましたんでね。ただ残っているのは多分解体がなされていないからではないですか。要は築地市場はあの鉄道とかそれからトラックもまあったでしょうし、それからもう一つ海からもですね物を運んできて、そしてここで、競りにかけて売るということをやっていた場所ですので、このようなまあ最近ではほとんど使われることがなかったかもしれませんが、船からの積み込みというものにも対応していたというわけです。まあ、いかに昔の東京において水運が重要な役割を果たしていたか、皆さんにも最後この場においても感じていただけたんじゃないかと思います。向こうにですね、虚しくも、解体されております築地市場の、あれはサイロだったんですかね、ちょっと何なのかわからないんですけど、サイロとも違うよな、あそこになんかこう床がありますもんね。何の建物だったのか、あの今私が見ても全くわかりませんが、鉄筋コンクリート造りの頑丈そうな建物は、昭和10年だか昭和8年だかそれぐらいに完成して、使われることになりました築地市場の昔の建物の跡だと思われます。その後ろ、ここもかつては国鉄の大きな大きな駅だったのが解体をされてできた新しい町汐留。いやこれはなかなか象徴的な光景でいいな、令和2年のなんか日本の景色っていう感じがしますよね。爽やかな朝風浴びてですね、ビュンビュンいくらでも焦げる焦げる、いやもうスピードを別に出しても大丈夫でしょう。多少画面がガタガタするかもしれませんが、まあ皆さんその点はすいませんご了承くださいということで、しかしあのスピードを出すにはですね他の理由もありまして、もうそろそろ急いで帰らないとちょっと人が出てくる時間、要するに午前5時を回ってしまうんじゃないかなと思いますんで、ここからもあとトントン拍子にひたすら帰るだけとします。いやこんな浜離宮の脇のところまでただで入れるところがあるとは知らなかった。これも見たいんですけどね、まあ、今度浜離宮見るときにまた来ることにしましょう。でもまだもうちょっと時間あるんで大丈夫です。いやーすごい、いや本当にいいですね、こんなに立派な橋がですね東京の大都会をバックに普通にあるとは知らなかった。ここもね、あのその割とよく通るところですよ私は。いや全くいろいろ見る価値ってのはまだたくさんあるもんですね。ここから見てください。最後に東京スカイツリーを見渡すことができますが、これ前回別に伏線張ったわけじゃありませんけどね、なんか見渡せすぎだなという気がしませんか。この下あのちょっとこの手前のところまでは首都高速道路が通ってるわけなんですが、これですね私の今見ていたところ、これ首都高が下を通っておりますが、前回皆さんに紹介をいたしました東京駅の八重洲のところからまっすぐこう行きますと横をかつて流れておりました、旧楓川の流れていたところ、前回紹介した、川の跡がですねここにこのように一列並んでおりますので、ここのところは、ビルが立つことなくスーッと奥の方まで見渡すことができ、今回の旅の始点の東京スカイツリーまで、目が届くわけでございます。じゃあここから右側に曲がって新橋方向かな、間違いない新橋じゃない、これはこっち行ったら多分銀座とかですかね。今回の動画はね皆さんにもよく楽しんでいただいているだろうという自信はあるんですが、まあ、それ以上に私もねあの皆さんよりさらに楽しんでいるという自信があります。やっぱり地元東京ですんで、その自分の地元のことにねどんどん詳しくなっていく。あここにはこんなものがあったんだ、これってこういうことだったんだ、あここの裏側こういうところにつながってこう裏から見るとこういうふうに見えるんだというのがね、いろいろ分かって楽しいものです。
ところでまずいぞ、もうそろそろですね東京駅方向に向かなきゃいけないんですけど、この銀座界隈がですね意外と自転車で回るには厳しいところでして、車道は複雑に入り組んでて、自転車では道交法の関係で進むことができなくて、で歩行者用のところはですねほとんど歩道橋で自転車が登るようなものは用意されてないんですね。だから自転車も右行ったり左行ったりで、もうすごい遠くまで延々何分も越えてようやく反対側の道に渡るとかね、そんな状況になっちゃって、この道まっすぐ行けば銀座とか有楽町の方に行けると思いますけど、多分こんな東京銀座の誰もいない光景をこんなにねビュンビュン自転車飛ばして、まあそこまで飛ばしてないですけど好き勝手に走る、いや幸せなことだ。右は楽しみのある街有楽町です。左側の有楽町のなんか阪急かなんかデパートみたいなのありますよ。この道ももともとは確か川だったんじゃないですかね、川を埋め立てたような場所だったかと思います。上の信号機の脇のところ読めます、有楽橋って書いてあるんですけど、もともと川が流れていたから今の場所の名前も有楽橋となっているわけでございます。さあどんどんこの上は首都高、左も首都高じゃないですか、多分違うかな、多分そうだと思うんですよ。このまま進みますと次は、さっきすき家橋を過ぎまして、今有楽橋、次が火事橋かな、バスターミナルのあるところですね。もともとは川の流れるところでしたのでここも火事橋でございます。まあ、ここがですね東京駅八重洲川の一番終わりということになってるんですけど、あらごめんなさい皆さん、5時3分、ちょっと5時までに帰ってくることだったんですけど3分過ぎてしまいましたけど、3分ぐらいならいいんじゃないかと個人的には思うんですが、時計いじくってねごまかすこともできるんですけど、それよりはちゃんとした結果を皆さんにお知らせするってことが大事かと思います。人が増えるまで前までに、人とすれ違うことなく触れることなく、完全に安全な状態で家へ帰る、ための時間としてですね、午前5時東京、八重洲川へ帰るということを、リミットとしておりますが、すみません3分過ぎちゃいました。ちょっと道を全然逆方向の新橋方向に行っちゃいましたね。隠して限界体制、日々限界体制を続ける東京ですけれども、その一日もですねこのように爽やかに始まるわけでございます。皆さんにも今回の様子なども含めまして、東京の、ね、深夜早朝帯の、観光の魅力も合わせて知っていただきまして、まあ、コロナウイルスが終わった時にですね東京に来たらじゃあ深夜のサイクリングやってみようかなと思っていただけると個人的にはいいと思うんですが、まあ、もしかしたらなんか治安が悪いところとかもあるかもしれませんので、その点は私もあまり皆さんにですね保証できませんので、すみませんご理解を。じゃあすごい爽やかなんで動画を終えるのも惜しいんですけども、終わりです。どうもありがとうございました。皆さんもですね、新型コロナウイルス の感染予防の点において当チャンネルでは、接触感染および飛沫感染、飛沫感染は人との接触を極端に避けるということと、それからそのために、コンビニエンスストアですとか、それから自動販売機の利用も、基本的にしないということを、十分注意しておりまして、また自転車の消毒など、入念な対策を取り、このような企画を実施しているところでございます。皆さんも真似していただく分にはね安全な外出ということでうちのチャンネルのこの行為を手本にしていただいても、もちろんありがたい話なんですが、ぜひ部分的な、手本というかね出かけてもいいんだという手本にされるというだけではなく、どのようなところに注意をして日常を暮らすかという点について、この動画を介して理解を深めていただければ、この動画の一番の目的はそこですので、私大変幸いでございます。それではご視聴誠にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。